私は川エビのピッツァとさくらんぼのパフェ、あとお水ください。水？ああ、社長は質素だな。酒場で水頼むやつって珍しいぜ。飲み物の注文がマスターとしては腕の見せ所なんだがな。でもパフェを美味しくいただくには水が一番なんですよね。そうまで言われちゃ仕方ねえか。はいよ、水了解。で、あんたは何にする？私は、とりあえず歌手。なるべく度数のきついやつね。おいおい、昼間から歌手なんて大丈夫か？大丈夫、鍛えてますから。なるべく美味しいところをお願いね。美味しいところか。俺酒飲めないから実はよくわかんないんだよな。とはいえ、うちの酒は仕入れ先のおすすめばかりだ。味は保証するぜ。もったいないわね。こんなに美味しいものを飲めないなんて。面目ね。ずいぶん練習したんだが、どうにもそういう家系みたいでな。親父もおふくろもおじいもおばあも、とにかくみんな酒はダメ。おかげで結婚式みたいなめでたい場でも俺んち一家だけシラフなんだよな。お酒か。私も匂いだけで酔っちゃうもんな。へえ。そういえば私のとこは父さんも母さんも底なしだよ。だから私も平気なのか。うん、これは両親に感謝しないとね。底なしってのも恐ろしいけどな。酒はほどほどが一番だぜ。でもまあ、俺とあんたの子供だったらほどほどになるかもしれねえな。というわけで俺なんかどう？なんだよ、そんな嫌そうな顔すんなよ。ほんのりと傷ついちゃうじゃねえか。だってねえ、私相手の年が自分より上とか下とかは気にしないけど、自分より背が低いのはちょっとね。付き合うなら背が高い人がいいよ。え？俺あんたより背高いっしょ？そうかな。同じくらいか、微妙に低い気がするけど。そりゃ靴のかかとのせいだろ。俺の靴はベタ靴だもん。そういう細かいこと言ってるようじゃダメ。男はやっぱり大きい心を持ってなきゃね。おい、アーシャちゃんもなんか言ってやってくれよ。男の価値は背だけでは決まらないとか、むしろ俺の方が背が高いとか。そうですね、価値観は人それぞれですし、身長ってその日によって違うらしいですよ。一日のうちでも朝が一番高いそうです。だから朝に背を比べっこすれば。あれ、何そのものすごく言葉を選んでいるような喋り。アーシャちゃんの優しさがむしろ心に刺さるぜ。アーシャちゃんも罪だね。それはさておき、マスター、おかわり。へいへい、毎度ありっと。